宇宙服を着た若田光一本項目では日本人の宇宙飛行について述べる。ここでは日本国籍を有する日本人の他にも参考情報として日本にルーツを有するが日本国籍を有しない日系人についても記載する。またアメリカ航空宇宙局やロシア連邦宇宙局の正式な資格を有する競技の宇宙飛行士だけでなく 商業契約による宇宙飛行関係者についても本校に記載する。2011年5月30日に撮影された国際宇宙ステーション日本は現在まで国内の技術で人間を宇宙空間に送り出し地球へ帰還させることを実現していない。このため日本人が宇宙飛行を行うには諸外国の宇宙船を利用する他なく 現時点では少なくとも2025年頃までは諸外国の宇宙船を利用することを予定している。日本人の宇宙飛行として主に実施されているのは日本政府が宇宙開発事業団と後継法人宇宙航空研究開発機構の有人宇宙飛行事業として行っている宇宙飛行である。主な目的は宇宙環境を利用して様々な実験を行うことで 実験場所には当初は、スペースシャトルを2008年以降は、国際宇宙ステーションを利用している。また、宇宙実験旨、希望を独自に建造、保有し、ISS に設置しており、希望の ISS への取り付け作業やコウノトリによる、物資補給などの ISS の建設、運用作業にも従事している。2009年からはソユーズを利用して、地球と ISS を王冠している。 古川聡氏が第29次長期滞在から帰還した2011年11月22日時点で日本人の累計宇宙滞在時間はアメリカ人、ロシア人に次ぐ第3位となった。この他に商業契約による宇宙飛行も行われており日本人初の宇宙飛行となった1990年の秋山豊弘の宇宙飛行は世界初の商業契約による 宇宙飛行であった。秋山豊弘宇宙ステーションミール日本人初の宇宙飛行は TBS 社員の秋山豊弘が果たした。民間人である秋山の宇宙飛行は TBS の創立40周年事業で宇宙にジャーナリストを送る宇宙特派員計画として旧ソ連のミール宇宙ステーションに派遣したものであり、同社がソ連政府と契約を取り交わして行われている。 1989年10月からソ連のモスクワ郊外の宇宙飛行士訓練センターで訓練を受け、1990年12月2日、ソユーズ宇宙船 TM-11 で宇宙に飛び立った。訓練をはじめとする様々な活動はテレビ番組日本人初宇宙へで放送され、ミール滞在中は生中継を行うなど宇宙開発の素顔を 日本国民に広く紹介した。ミールでは、ニホニマガエルの生態観察や、秋山が被験者となり睡眠実験が行われた。日本人初のスペースシャトル搭乗者となった、モーリー守る STS-87 で、日本人初の船外活動を行うとい、高脇山の飛行以後、日本は、 アメリカ航空宇宙局のスペースシャトルを利用した宇宙開発事業団の有人宇宙飛行事業を通して有人宇宙飛行のノウハウを学ぶことを開始した。そして1992年の STS-47 でナスダ宇宙飛行士のモーリマモルが NASA のペイロードスペシャリストの資格で宇宙飛行を行い日本人初のスペースシャトル搭乗者にもなった。次に 日本人が宇宙飛行をしたのは1994年の STS-65 で、向井千秋は日本人女性で初めて宇宙飛行をした人物となった。NASA によりミッションスペシャリストの資格が国際的に解放されると、若田光一が日本人第1号となり、1996年の STS-72 でロボットアームによる 衛星捕獲を行い、続いて、STS-87 で、土井カオが初めて宇宙遊泳に設置する、宇宙実験旨、希望の開発にも活用されており、日本人宇宙飛行士は、将来的に希望、軌道上で、組み立て、操作する立場から希望の開発に参加し、使い勝手を検証して、設計に役立ってたり、運用マニュアルを作成するなどの業務にも従事した。 そして1998年から ISS の建設が開始されると日本人宇宙飛行士も一部のフライトに登場し建設作業に参加するようになり2008年から希望の一部が ISS に打ち上げられ始めると打ち上げと組み立ての際には必ず日本人宇宙飛行士がシャトルに同乗もしくは ISS に滞在し作業を担った2003年には 日本の宇宙機関が統一して宇宙航空研究開発機構が設立され、ナスダの有人宇宙飛行事業がそのまま受け継がれた。また同年にはコロンビア号空中分解事故が発生し一時日本人の有人宇宙飛行も中断することになった。日本の宇宙実験室希望と星田昭彦を乗せて離陸する、ST、s t s マイナス百二十四ディスカバリー二千十年四月には、 初めて2名の日本人が宇宙での対面を果たした。長期滞在中の野口総一とシャトルによる短期滞在の山崎直子2009年の若田光一の第18時、第19時、第20時長期滞在は日本人で初めての ISS 長期滞在となった。また同年から ISS の長期滞在人数が従来の3名から6名に拡大されたことで 日曜、かの宇宙飛行士の宇宙滞在機会が増加することになった。このため、JAXA は、訓練やバックアップのため、2009年に、大西拓也、由井亀美や、金井千茂を宇宙飛行士訓練生として、追加採用し、2011年に基礎訓練を終えた3名を、JAXA 宇宙飛行士に認定した。これら3名の新たな宇宙飛行士が、 最終訓練を終えて初飛行するのは2014年以降となる。なお、2011年事件までに、毛利、土井、山崎が宇宙飛行士を引退している。また2009年のソユーズとマ -17 で、正式な日本人宇宙飛行士の飛行としては初めてソユーズが使用され、野口総一が日本人としては初めて宇宙船の操縦業務に携わった。 2012年7月時点では ISS 利用のための長期滞在が行われておりソユーズを利用して年間1から2名の日本人が宇宙飛行をしているソユーズ宇宙船を利用した商用宇宙飛行として日本人で最初に計画が明らかになったのは実業家の江本大輔で2006年の飛行を予定していたが宇宙飛行士であるための 健康上の問題を理由に延期され、後に契約は解除された。2008年には、宇宙旅行契約の相手先だった、スペースアドベンチャーズに対して、旅行費用の返還を求めて提訴し、最終的に和解したことが2009年に明らかに、された。ついで、クリエイティブディレクターの高松里氏が、飛行を予定していたサラブライトマンの、 バックアップクルーとして2015年に訓練を受けた。ブライトマンが飛行を取りやめた後、高松は宇宙飛行契約により、2から4年後に宇宙に行くと報じられたが、実現することはなく、2020年に明らかにした。ところでは、ブライトマンが飛行を辞退したことで、バックアップクルーという立場から外れたため、訓練が終了しても、宇宙飛行士としての認定は得られなかったという。 2021年12月に実業家の前澤智作と平野洋蔵がソユーズ MS-20 を往復に利用した ISS 滞在を実施、日本人の民間人による初の宇宙旅行となった。日系人初の宇宙飛行士、エリソン・鬼塚スペースシャトルの収益当初、登場する宇宙飛行士はアメリカ市民に限られており、日系人の宇宙飛行は 米国ハワイ州の米国籍日系二世であるエリソン、鬼塚が NASA の宇宙飛行士として成し遂げたものが最初である。鬼塚は二度目の飛行でチャレンジャー号爆発事故に遭い、日系人で最初に宇宙飛行ミッション中に準移職した人物にもなってしまった。鬼塚はハワイ日系人社会を中心に現在も英雄として記憶され各地の施設等にも名を残している。 オニーズ介護、NASA 宇宙飛行士として飛行した日系人はダニエルタにのみである。背景色が無色のものは JAXA または NASA による日本人の宇宙飛行のものは NASA による日系人の,ののる日人の宇宙飛行のものは民間による日本人の宇宙飛行である。日付は協定世界時 ISS は2024年まで運用されることが 決定しており、日本人宇宙飛行士の飛行も2020年までは決定している。一方、NASA は、有人小惑星探査や、月面開発、有人火星飛行を目標に掲げており、欧州もこの歩調に合わせており、JAXA も、月面開発への参加を具体的な計画は、ないながらも一応は掲げていることから、欧米のプロジェクトに、日本人宇宙飛行士が参加する。 可能性がある。日本独自の有人宇宙飛行手段としては、H3 ロケットや HTVX 発展系を将来的に有人宇宙飛行に活用する構想があるが、2015年時点では、有人宇宙飛行に関する具体的な長期的戦略は存在しない状況にある。当初、秋山の飛行は、毛利守の飛行の後になる予定であったが、 スペースシャトルチャレンジャー号爆発事故の影響で、モーリの飛行は延期となっている。ソユーズは、操縦を行う機長と副操縦士、それに操縦に関わらない同乗者を加えた3名が、乗り込む。野口飛行士は、副操縦士を担当する。初のクルードラゴン有人飛行となった、スペース X でもマイナスには、NASA クルー2名のみであり、NASA クルー以外のクルードラゴン乗船は、 野口飛行士が初となっている。ありがとうございます。